私、三上岩は AV 女優を引退します。この8年間は本当に長いようで、あっという間で充実した8年間でした。ごめんなさい、もうこんなに泣くと思ってなかった、うん、三上岩ちゃん、 AV 人生駆け抜けました。本当にお疲れ様でした。と日本 AV 女优三上优雅，除了成人作品销售长红之外，也积极开拓各种娱乐领域，人气水涨船高。怎料13日晚间，她在个人 YouTube 频道宣布隐退，坦言觉得时间到了，自己将在8月16日满30岁的生日正式隐退。消息一出，震惊大批粉丝。私、三上岩は、三上岩は、AV 女優を引退します。ついにこの時が来たっていう感じです。約8年間続けましたね。まあ引退理由につきましては、30までは続けるっていうふうに決めてて、いろんなインタビューでも引退について聞かれた時は30歳まではやりきりますっていうふうに答えてたんですよ。だから私のファンの方たちは、まあ今年引退するのかどうなのかっていうのは気になってたと思うんですけど、うん、でもやっぱり自分の決めたことだったので、ここできっぱりと区切りをつけたいなというふうに思いました。この8年間は本当に長いようで、あっという間で充実した8年間でした。辛いことももちろんたくさんあったし、目標と夢に向かって突っ走って一番になれたかは私が決めることじゃないんですけど、自分の中ではすごく納得いくまで AV 女優三上岩を全うしたって。ごめんなさい、もうこんなに泣くと思ってなかった。三上岩ちゃん、 AV 人生駆け抜けました。本当にお疲れ様でした。と三上は個人としての活動は続けるし、会えなくなるわけじゃないのでね、忘れないでください。